大元帥です。今日はですね、みんな大好きラクス忍者に乗ってきました。まあ動く参拝、ゴミピンク、まあインラン歌姫、まあいろんな呼び方がありますけど、僕はなんだかんだでね、ラクス忍者っていうゴミが好きなんでね、どんどん行きましょう。で、開幕ね、被弾してしまいましたね。で、こっちの相方がガイジーとかいうね、まあなかなかのね、ゴミ機体なんですけど、で、相手がフルコンでね、ちょっとキャラパワー差はやばいんですが、なんとかしていきたいところですね。ちょっともう、よくわからない避難をしてしすぎてしまって、ちょっと怪しいんですが、まあ、なんとか対戦していきましょう。そして何も戦果を上げることができず、落とされてしまいましたが、まあ、こっからですね、覚醒も溜まったんで、どんどん行きましょう。覚醒してからが本番なんでね、ラクス忍者は。どんどん行きましょう。ファイティングで殴ってけよと思いきや、ちょっとダメですね。相方から覚醒ダメを食らいましたが、殴ってけよ。いいね。きっちり相手にダメージを与えていく。そして殴られてしまいますが、ちょっと相方の外地めっちゃ強いですね。しっかり援護をしてくれつつ、ちょっと体力残してくれてますね。で、しっかり覚醒も入って殴られてしまっていますが、まあいいでしょう。しっかり援護していくよ。そしてラクス忍者というゴミとガンイジーというゴミでもしっかりね、相手のレジェンドとフルアーマーユニコーンというペアにもね、食らいついてるんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。そしてまあね、これで結構体力調整できるのはいい感じなんでね、で自分が落ちればどっちもマックスでね、戦えるんでね、しっかり前に出て体力調整をしっかりしていきたいところ。覚醒はちょっと怖いんでね、吐きませんと。で、どっちも体力マックスのまま相手と対峙できるんでね、かなりいい感じですね。フラーマユリコーンとかいう狂気体を成敗していきたいところ。まあ、ぶっちゃけね、フラーマユリコーンも別に狂気体ってわけじゃないんですけど、ラクス忍者とガンイージに比べたらね、最強機体なんでね、ここはしっかり戦っていきたいでしょう。おっと、マグナムが強い、すべてが暴力に見える。そして、おっと、アンカーをガードされてしまったのは気になりますが、いいでしょう。シャゲ出し継承しよう。いいね。これから行きますようなシャゲ弾ですね。しっかりシャゲ弾に敬意をして、武士道精神も発揮していく。そして、ブメ当ててフィニッシュですね。N 格闘で、インランピンクのインラン N 格が相手のフルコーンを貫いてフィニッシュですね。まあ、かなりね、いい対戦ができたんで、良かったんじゃないでしょうか。それでは、対戦ありがとうございました。